はい、どうもダラマニュー DB です。今回はね、ついに最強武器ランキングシリーズ始めていきたいなと思います。まずはスナイパー編からね、やっていきたいなと思います。今回はというわけでね、スナイパーのみ全9種類をね、扱っていきたいなと思います。で、まあ、最強武器ランキングって言ってるんですけども、対人戦を、主にね、対人、対ボットはあんまり考えずに対人に重きを置いて、ランキング作っていきたいなと思います。まずは、フォソンからいきますか。フォソン、まあ、10発あるね、スナイパーっていうイメージが強いと思うんですけど、まあ火力があんまり出ないんで、まあ、対人戦においてはこれあんまり強くないかなっていう感想ですね。はい、弱いというかね、ティアは C ですね。次、SRG17 というわけで、これですね。はい。SRG は、まあ、BVM の介護官というね、印象がまあ強いと思うんですが、まあ、そうですね。これは B、普通ですね。うん。まあ、これでも使うぐらいやったら、BVM 使った方がいいかなっていう印象ですね。次、ボディール。ボディールは3発しかなくて、まあ、全スナイパーの中で一番精度がいい。うん。武器なんですけども、まあこれはね、正直対人においては、強くないですね。というのも3発しかないのにもかかわらず火力がそこまで高くないんで、火力も SRG とほぼ同じぐらいなんで、SRG じゃないわ、何やったっけ、フォソンか、そう、フォソンとあんまり変わらないんで、まあマジでこれは、あんまり強くないかなって感じですね。で、次、BVM ですね。で、これは、全然強いです。はい。A ですね、ティアは。まあ、やっぱり BVM は安価で、まあ、1900ゴールドで手に入れれて、まあ、使ってる人もね、だいぶ多いと思うんですよね。やっぱり安価で手に入れて、しかも強いっていうね。まあ、BVM は文句なしの A。まあ、S でもいいぐらいですね、正直。まあ、あの武器さえなければって感じなんですけど。次、RD10。これも A かな、個人的には。まあ、RD10 といえば、そうですね。やっぱり、ボディダメージが元から高い。BVN よりも10ぐらいかなと。高くて、ヘッションも200超えるんで、有効射程で使えば。結構強いかなって感じですね。ただ、ちょっと重いのが難点かな。それ以外は全然精度とかもいいし、全然使ってて弱くはないと思います。次、GP01。これですね。6発ある武器なんですけど、これは僕 B かな。A よりの B。まあ SRG よりは強いかなって感じなんですけど、どうなんでしょうね。まあトントンかな、SRG とは。まあなぜかというと、まず有効射程っていうか、適正射程が、少ないんですよ、これって。最大火力が出る、適正の射程がね、だいぶ全スナイパー武器の中でも、狭い方でね、それがやっぱり強くないかな。ただ、火力はだいぶ出ます。はい。火力は、その適正射程の中で撃てれば、火力は、出るんで、まあ、全然 A でもいいけど、A でもいいかなって感じですね。使ってる人、ちらほら見るんで、ね、プラン戦とかで、ちょっとやらせてもらってるんですけど、プラン戦はたまに。まあ、全然ありかなって感じ。まあそんな感じかな。はい。次はここから課金武器2種、PIQ というわけで、これですね、12発あるスナイパーなんですけど、これは A じゃなくて B かな、僕は。まあフォソンよりもまず2発多いっていうのと、連射力が全スナイパーの中でもトップずば抜けて連射できる。で、精度もボディールと同じでマックスの10って感じでね、まあ、だいぶ強い、武器かなと思います。しかもダメージね、最大じゃなくて、有効射程で言えば180全然出るんですよ。180出るんで、まあ、強いんじゃないかと思いますね。連射がいいんで、やっぱ金砂とかでも使えるんで。ただ、ボディに当たってしまうとあんまり火力が出ないのかなっていうのが難点と、あと、有効射程、適正射程ですね。がめちゃくちゃ狭いんですよ、この武器。5メートルしかないです。適
適正射程5メートルっていうのが、とてつもなくね、狭いが、まあ、あまり強くないかなっていう印象ですね。ただ、連射がめちゃくちゃできるんで、まあ、使ってみたら、案外ね、気持ちいいですね。はい。次。なんて読むかわからない。バーストかな、これ。なんて読むかわからないんですが、まあ、バーストって僕は読んでます。バーストは、これ B ですね。B のどこら辺やろ。迷いますね。まあ、ここら辺かな。バーストの強みとしては、まず、ボディに当てても、適正射程でも180出せるんですよ、これ。まあ、これはどんぐらいのダメージかっていうと、まあ、BVM の発症より10低いぐらいなんですけど、まあ、これが強いんですよね。で、ヘッドになってたら、208。適正射程208出るんで、まあ、スパイラより1、ダメージが小さいって感じなんですけど、まあ、これがめちゃくちゃ強いんですよね。うん、ただ、難点、デメリットとして、弾数が3つしかないっていうのと、何しろリロードがちょっと違和感あるんですよ。リロードしてみたら分かると思うんですけど、なんか遅くねって感じるんですよね。それもあんまり強くないかな。あと重い、めちゃくちゃ重いです。はい、全部切る中で多分一番重いかな。なんでその3つがデメリットとして結構でかいんで、やっぱ弾数かな、一番でかいのは。そう、あと連射も全然できないです、この武器。連射と弾数、どっちか解決してくれれば、強くなると思います。はい。A にはいけるかな、多分。連射が BVM に波になったら、もうちょい強いかもしれないですね。最後。お待ちかね、皆さんお待ちかねの、スパイラ先生ですね。スパイラ先生は文句なしの S だと僕は、思います。はい。まあ、なぜかというと、まずね、ダメージ量、が全武器。トップクラス、ヘッショでね。で、強くて。まあ、体でも160出るんで。体で160出るんで、この課金武器のコーストに続いて、あ、ちょっと待って、ミスった。コーストの次に、強い、ボディダメージも出すことができます。で、連射力がこのフォソンと同じぐらいあるんですね。このフォソンと同じ連射力。これも強いですよね。連射できて、ダメージ高い。これがマジで強いと思います、僕は。ただ、精度が、BVM とかより劣ってるのと、それを省ければマジで強いかな。弾数も6発あるんで、まあ、BVM とか RD10 プラス1って感じで、だいぶ強いですね。ただ、まあ、若干高いんで、しかも、クラン武器なんでね、解放してるクランに入らないと使えない。まあ、それを除いたら、作業する。はい。って感じで今回はね、最強武器ランキング。これでね、決定したのが、とりあえず。まあ、またこれからのバランス調整とかで、まあ、変わってくるかもしれない。新しいスナイパーが追加されるかもしれないんですけど、まあ、もしそうなった場合はまたね、作り直そうかなと思います。とりあえず、今回はこんな感じで。で、あと、今回の、判断基準として、ゴールドと課金、無課金、クラン武器、まあ、やっぱり手に入れれるあれが違うじゃないですか。手に入れる難易度っていうか、やっぱ高い武器ほど使ってる人も少ないし、手に入れにくいんで、課金武器になるとね、もっと使ってる人少ないと思うんですけど、そういうのは判断基準には含めてません、今回は。全武器使えるって考えて、はい、ティア表を作りました。で、僕だったら、まあ、スパイラを使いますね。全武器持ってたら。もしスパイラがなかったらしたら、って感じで考えてます、これは。スパイラなかったら、ま、BVM か RD10 かなって考えて、RD10 と BVM なかったら、ま、この4種類かなって感じで、今回ね、最強武器ランキング、スナイパー編というわけでね、完成というわけで終わっていきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you!